私が歌唱を鳴らし始めると、水戸まであと一息。上野を出てから約1時間半、この日もダイヤ通り正確に走ってきました。私は水戸での交代のための作業を必ずこの辺りまでにしておきます。停車時間は5分。上野から水戸まで急行を引っ張ってきた私たちは、決められた点検をこの5分に集中します。熱を持っていないか、その他異常はないか、つまりこの後を引き継いでくれる乗務員に異常なしと受け渡せるかどうかです。定時。11列車みちのくは青森まであと12時間走ります。しかし私たちの下り乗務はここまで。あと夕方まで自分たちの時間です。
ち朝8時ごろ東京大久の機関区に出て点呼を取る。昼はここ水戸で休み、夕方また上野まで道の子を引っ張って帰ります。その後機関区の車庫に機関車をしまい終わると夜8時。異常のない限りこれが私たちの一日です。ここで私たちは休養します。万一事故でも起こした場合、疲れていましたという弁解は通らない。休めるときに休み、乗務中の疲れを回復しておくようにします。今日は土の坂でいくらか蒸気下がったね。いくらか薄かったか。いや、薄いわけじゃないんですけどね。あれちょっとおかしいんですよ、釜が。どうして？いやね、だいぶ調整したんですけどね、どうもホール飛びすぎたなんかしちゃってね、押さえるとね、下へ落ちちゃうでしょ。どうしてもね。いくらかホールついておった？え、ちょっとついたんですけどね。ところでもうボツボツ蒸気機関車もいうのはなくなっちゃうんだね。ちょっと寂しい感じもしますね。まあ蒸気機関車のいいところっていうのは、真っ黒い煙の煙突のブラストの音だな。これが一番いいだろうけども、まあ、いいでしょうね。誰が聞いてもあの音は豪快ですよね。自分で聞いてはいいけど、しかし煙の色は嫌だね。でももう少しだね。もうボツボツ電化になるからね、電気だいぶ楽だって話してますね。まあ電気の機関車は楽だって神経使うところは同じだろうけど、その意味においてはね、同じでしょうけどね。この中島機関士の体で乗務員の疲労度をテストしたことがありました。その心臓、脈拍、呼吸の動き、国鉄の中にある労働医学研究室ではこうした調査を行い、乗務時間はどのくらいが適当かの資料を作るのだそうです。見えなかったんですよね、はっきりね。それでちょっと見たときにその本線と間違ってまうんですよ。我々まで運転しちゃって、まあ1年365日、10年にすれば3600日ですね。その間にただ1回のその信号の見誤りがだね、そういうふうな大きなその貨物で来たんですよね。それで夜倉のその、まあね、踏切なんですよ、危険な踏切で。そうして60キロばかりの速度で来た時に自動車が止まってんですよね。よく見たところ私らの本上り本線にこう止まってんですよ。もう10メーターぐらいの時自動車がスーッと下がったんですよ。やっとそこへ行って止まったんですよね、やっと。そうして聞いたところがね、それがなんと火薬積んであったんですよ。今だにそれ思い出してもシャッとするのに、わーって肘をかけちゃったんだ。もうもちろん引いちゃったんだけどね、なんか白いものがふわーっとまず海水浴で飛び込むみたいですよ。で人間がああいうのなんか本当にわからんねえ、どうしてでも、ね、汽笛を鳴らすとさ、この決断力を与えるみたいに帰ってね、どうするんだお前、入るんだら入っちゃえ、逃げるんだら逃げろっていうふうに向こうは取るんかもしれないんだ。あれね、それともね、いざ死にたいという人は早く行かなきゃいけないんだという気持ちのおそらくなんじゃないかと思うんですよ。だからスーッと走ってきてスーッと飛んじゃうんですね。
私は鉄道が好きでした。機関士になれたらと思っていました。それは超特急に持つ今の私の憧れのようなものでしょう。私は国鉄に入り機関士を志望、やがて中央鉄道学園に入ることができました。第一エース部進行。私たちが機関助士になるために覚えなければならない運転取扱い心得の一つ、第343条、機関士と機関助士とが信号を確認したときは相互にその源氏の状態を完工応答しなければならない。つまり機関助士は信号を一つ例にしても機関士と同じ責任があるのです。機関助士になる前に私はいろいろのテストを受けました。学科、身体検査、血清梅毒反応、さらに精神機能テスト。早いものの方に帰って事故を起こす人が多いと、そういう事実も見つかってます。でその早すぎて困るっていうのはどうして困るのかっていうと、物をよく見ないで動作に移る、確認しないうちに手足が動き出すと、そうしますと周囲の状況をよく見ておりませんから、どうしても詰まる、事故を起こす、怪我をするということがあるらしいです。学園生活は私の体や神経を乗務員に向くように作り上げました。はためで見る機関士の仕事が自分のこととなると違ってくる。乗務員にとって一度の誤りも許されないという教訓を息苦しいほど繰り返されました。学園から近いある線で事故が起きた場合の訓練が行われました。電車を自分の運転する列車に見立てて、実際の場合一人一人が必ずしなければならない措置を覚えるのです。想定村山踏切で貨物自動車が連走を起こした、踏切障害発生、直ちに列車番号。まず直ちに発煙筒を焚くこと、これは停止の合図です。これを円形に振り回しながらできるだけ早く前方後方800メートルのところに信号用雷管を敷設すること。この措置は他の列車との正面衝突、または後ろからの追突を避けるためだ。それには時間的にできるだけ早くしなければこの訓練の意味がない。この雷管を踏んだ列車はその爆音で急ブレーキをかける。私は雷管と発煙信号を扱ったのはこの時が初めてでした。あと発煙信号を正しい位置に置くこと、近くの駅に電話で連絡する仕事が残っています。もしもし、西田市からですか。あの、学園訓練7510列車村山踏切にて列車障害事故発生、本列車運転不能、すぐ救援お願いします。私はこの訓練後間もなく3ヶ月半の学園生活を終わり機関助士になりました。その後1年、私はこの訓練の日を忘れることができません。夕方の乗務まであと30分。
私たちは上り急行12列車道の国乗務します。295列車土浦平治石岡停車開通待ちのため5分延発、5分延着の定時水戸定時着です。機関車状況異常ありません。発車合図が所定時間前に発車合図があっても定時に発車してもらいたいと、そういうことが特にあの言われています。結局まあ定時に発車して定時運転やっていけば事故は防げるんだと、列車が乱れた時に事故が多いんだと、こういうことで。私たちの常磐線は多いところでは日に460本以上の列車が動き、特に東京に近い通勤電車区間に集中しています。ここは列車指令、ひどい遅れの場合はダイヤを変更します。しかしわずかの遅れ、つまり回復できるほどの遅れの場合もしばしばあります。運転取扱い心得第51条は次のように規定しています。機関士は列車が遅れたときは許された速度の範囲内でこれを回復することに努めなければならない。東京に入る頃、ちょうど夕方6、7時の通勤ラッシュとぶつかります。砦から先の通勤電車区間に遅れて入るのは苦しい。この遅れを砦までには回復したい。ご苦労様です。どっか悪いとこありませんでしたかね。給水ポンプの温め器が少し蒸るのでね、大体水使い加減ですかね。でずっと給水ポンプは使ってきましたね、ええ、今日は何を持ってましたね。今日は原車ね、重量の34車です。34、あんまり重くはないね。どうもご苦労様でした。お願いします。浜の上司はまあ、長官が放るつくんですよ。ああ、そうですか。まあなんとか上のまでたら、まあ、やっていきますよ、なるとはね。あとね、給水ポンプのね、体感がちょっと思うんだけど、今までずっと水に注意して持ってたんですね。あ、もうそのくらいでいいでしょ。パチンコ？
こは引っ張って上げっぱなしでいくからね。こちらの第二連続まで上げていって、第二連続で閉めるから。はい、ありがとうございます。私たちの列車の動きは通過駅ごとに捉えられ、各方面に連絡されています。一つ先のこの駅では、急行が通過する数分後に備えて、貨物列車を側線に退避させています。9号艇よし、そうだ、9号艇。9号艇よし、ひょっとよし、7号艇。艇よし。安全のために確認は繰り返されます。物を確かめ、さらに自分の手を、自分の目を何度も確かめる。機械だけに頼れない何かが私たちの仕事にあるんです。ここまでに遅れを1分縮めました。取り手まであと50分。この間に残る2分の遅れを回復できるように運転しなければならない。許された速度は徐行区間を除き95キロまでです。はい、ありがとうございました。
それでは通行。いよいよ電車区間に入ります。この電車区間、つまり砦から上野までの間には、同じ時刻に10本以上の列車が同じレールの上を走っています。閉塞区間は短くなり、信号や標識の数も勢い多くなります。たくさんの人や車の往来する踏切が、東京に近づくほど危険度を増してきます。私たちが砦までに定時を取ったのも、これから上野までの30分は、今まで以上に安全運転に神経を使わなければならないからです。あと数本の信号を読めばいい。緊張の1時間40分水戸上野間通過駅30、信号の数150、踏切300。私たちの目は一瞬も休むことはありませんでした。ページ。はい、ページ。列車から降りたところでお待ちください。盛岡の高田は終わりだ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 。盛
大船渡一隻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 盛岡米沢米沢盛岡盛岡先鉄先鉄一隻先鉄お次も一席一席一席よっしゃたちはこの日も機関区の当直条約に帰りの点呼をしました。それは全く短く済みました。12列車上野定時到着。特に異常はありません。